ペーター・ベリトスは、スロバキア、ブラチスラバ出身の自転車競技選手。同じく、ロードレース選手である、マルティン・ベリトスとは、双子の関係。所属チームの変歴もまた、2004年以降同一であり、2006年には、南アフリカのコンチネンタルチーム、コニカミノルタからマルティンと揃って、ツアー・オブ・ジャパンに出場した経験を持つ。国内選手権の U-23 部門において、 2005年、2006年と2年、続けて、ペーターが、個人タイムトライアルを、マルティンが、個人ロードレースを制覇した。2008年、二人揃って、チームミルラムに移籍。ツールド・フランス初出場。ラルプ・デュ・ウェズがゴールの、第17ステージにおいて、果敢な走りを見せ、同ステージの関東賞を獲得している。2010年、マルティンと共に、 チームコロンビアイコール HTC に移籍。プエルター・エスパーニャでは、個人タイムトライアルの第17ステージを制するなど、最後まで総合優勝争いを演じ総合3位に入った。2012年、オメガファーマークイックステップに移籍。2014年、BMC レーシングチームに移籍。ペーターのみの移籍となった。2016年、2年間の成績不振から、 翌年のワールドチームとの契約見つけることができず、引退を表明。ありがとうございます。